たかしさん、たい焼きありがとうございます。やするぱんさん、ありがとうございます。みきやくん、ありがとうございます。こんばんは。まささん、ありがとうございます。つばさほすいさん、けんさん、うどむさん、はっとりさん、ありがとうございます。たい焼き、こんばんは。アイス無事に買えてよかった。そう、アイスね、店頭だったら10個普通に買えてたんですよ。みんなモバイルはさ8個までだったじゃん。しかも私みんなと同じ列に並んで40分待って受け取ったんですよ。だから結局40分待つなら口で10個頼んだ方が良かったのかなと思って、40分並んだ。そう、40分並ぶんやったらみんなと一緒に口で10個頼んだ方がいいんじゃないかって思って。でもね、人少なかった。昨日の3分の1ぐらいだった。だからマシな方ではあったんですけどね。モバイルオーダーの利点は何だってなるよね。横から受け取れたらいいんだけどな。もしかしたら受け取れたのかな。モバイルと口で20個買えばよかった。え、1人1つまでだったんですよ。そう、お一人様一つみたいな。ね、行列スルーしてレジ横で頼んでるんですけどって言ってもよかったんかなと思いながら、結局並んじゃった。並んじゃいました。こんばんは。ワクチンさん、たい焼きありがとうございます。それができたらね、モバイルめっちゃいいなと思うけど。でもね、やっぱ穴場な時間だった。そう、モバイルしかも8個までだったし、まあ多分旅行から行けたような気もするけど、まあ時間あるし並んだんですよ。なんか今日カメラの画質が変だよね。なんでだろう。変じゃない？なんかなんだろう、ちょっと暗めっていうか、私の目かな。こんばんは。なんか暗めっていうか、なんだろう、鮮明じゃないっていうか。いっぱい拭いたんですけどね、配信前に。なんでだろう。
国連パサランさんありがとうございます。不思議だね。そうクリアじゃないんだよね。なんかなんだろう、まあいっか。バルーンのせい、嘘、たった2個だよ、ここ。変わんなくない？なんか今日、自撮りをしてて思ったんですよね。自撮りの画質が悪くて、なんだろう。いや暑い、 27.5 度。暑いです。うどむさん、たい焼きありがとうございます。ほかむりさんありがとうございます。ここめっちゃ暑いんですよね。ソファ全然28度ぐらいある。部屋の中で一番暑い。真夏はだから変えなきゃ、配信場所。朝倉さん、たい焼きありがとうございます。風船は縮んでない。大丈夫そうです。明日暇たぎか。やばいやばい、やることが多すぎて。あきやんさん、たい焼きありがとうございます。何時からやろうかな。10時半とかでいいかな、今タイでやるなら。1時とかまでやるとして、10時半かな。11時かな。10時半でいっか、長いかな。11時、11時かな。10時半からやったら長すぎてさ、暇たぎする前に疲れないかな。疲れないか。23時、23時悩むな。10時半でもいいけどな。23時悩む。生まれた時間もね、朝の9時なんですよ。
ばんは。朝はやらないけど、ひまたぎと誕生日が終わる瞬間っていうか夜やる、14の夜と15の夜。終了時間はまあ1時とかじゃないかな。それはまあその時のあれによるけど、そんなに朝まではやらない。15の夜14の夜と15の夜。15はお仕事じゃないんですよ。何しよっかな。でも明日はね、やることはいっぱいあるんですよ。プレゼントの受け取りとケーキを買いに行くことと飾り付け、明日いっぱいやることある。たこ焼きはしないよ誕生日に。あんまコメント読めないじゃん、コメント来ないし。たこ焼き来るよって。いや誕生日にタコはいいや。たこ焼きはまた別でやる。誕生日の日って何して過ごすのがいいんだろう。私毎年何してるんだ。でもやっぱ早起きはしたことはないと思うから、昼ぐらいに起きて何もない日常を過ごしているのか。こんばんは。誕生日にやりたいことってないもんね。うーん、実家だったらね、どっか行くとかあるかもしれんけど、でもね、実際配信でさ誕生日気分を味わえばそれでいいやって感じなんですよね。特にやりたいこともなく誕生日にやりたいことはない。あ、生誕祭してたんか去年とか。なるほどね、そりゃ濃厚だわ。一日、そっか、当日生誕祭いいね。こんばんは。あ、2年前か。こんばんは。
文吾さん、たい焼きありがとうございます。ムーランさん、ありがとうございます。1625。なんか最近は寝ても寝ても眠いです。寝ても寝ても寝れるね。あ、暇な時夕方とかにベッド入ってたら寝てしまうんですよ。普通なのか。寝たくないのにベッドに入るから悪いんだろうけど。同じく。俺もさっき寝てた。マジ。みんな寝てるならよかった。入らんかったら寝んのですよ。確かに。そりゃそうだけど、入ったら寝てしまうんですよね。入ってしまうんですよね。入らないようにしないと。ベッドに行かない方法。お布団入らなければ寝ないんですけど。寝なければ何か食べてしまいます。最悪じゃんそれ。寝た後、違う、食べた後にすぐ寝ちゃうじゃん。今日昼ご飯食べた後にゴロゴロして寝てしまって、食べ物食べた後に寝たら起きた時になんか嫌な感じ、満腹感すごくて嫌になる。消化しきれてない感じ、嫌な感じ。タイピーエンさん、たい焼きありがとうございます。食べながら寝る？どういうこと？赤ちゃん？こんばんは。や、はるさん、たい焼きありがとうございます。しかも部屋の掃除のモチベも上がらなくて珍しくない？なんか私結構掃除気分乗ったらめっちゃはかどるタイプなんですけど、そう、飾り付けしないといけないから掃除しなきゃって思ってるのにまだやってない。ここ3日ぐらい思ってるのにモチベが上がんない。だから寝てしまうんですよ。夜掃除する前に寝てしまうの。ひなさん、たい焼きありがとうございます。お掃除のモチベ欲しいですわ。掃除はね、でもね、1、2時間ぐらい。パッとする掃除は1時間半ぐらいかな。もう隅々までやりだしたら夜中中とかあるけど、普通になんか見えるところだけだったらまあ1、2時間半とかかな。掃除なんかやる、なかなかやる気がね起きないんですよ。うえーん。
こんばんは。やる気が出ないよね。遠征が続いたから月曜日の指定日のプラゴミが溜まってます。わかる。私も月曜のなんかものも溜まってる。めっちゃ月曜のものって限らんけど、ダンボールと空き缶が溜まってる。あんまり出す機会のないダンボール空き缶、今日絶対出そう。日曜日の夜に出したいのに日曜日おらんからなーってね。私は日曜日いるけどさ、なんか疲れて寝てしまうから出さないっていう。そう、空き缶って月2回しかないんですよ。だからマジでたまる。その2回を逃したらもうないから。ね、あと段ボール、こんばんは。段ボールと空き缶は月にしかないんです。大変だわ。なんかたまに空き缶捨てに行けるスーパーあるよね。そういうところがあったら、ダンボールはそっと燃えるゴミに混ぜていますって、ちぎって。でもそんな小さいダンボールじゃないからな。アルミ缶回収に持っていたは早い気してきた。でもアルミ缶を持って歩いてる姿見られたくないしな。ポイントにします。ダンボール、でもさ車ないから無理なんだよ。徒歩かチャリになっちゃうから恥ずかしいじゃん。そんなところで段ボール抱えて、暗くなったぐらいに行かなきゃ。ルイさん、たい焼きありがとうございます。暗くなったぐらいに、8時とかにスーパーの終わり際に行かなきゃ。生誕祭申し込みました。当たるかなって。当たるよ、当たるよ。サージカルさん、たい焼きありがとうございます。今日は絶対ゴミ出そう。でもゴミ、燃えるゴミの日の夜とかはちょっとだけ掃除のモチベ上がるかも。いっぱいなんか出したくて。空き缶がハイボールだけだったら持ち歩きづらいですねって。ハイボールだけじゃないけどね。でも空き缶が出る理由ってね、
それでしかないから。ゴミは当日の朝出しでお願いしますって。いや夜中は朝みたいなもんだから、夜中朝朝ハロー。あの夕方とかに出してないから、朝夜中なんで早朝です。こんばんは。0時超えたら朝朝。おはようございます、朝です。今日はねちょっと天気悪かったんですよね。夕方3時4時5時ぐらい、4時5時6時ぐらいかな。だからすごく眠くなったのかも。カーテンは開けてたんですけど曇りだった。そろそろアイス食べようかな。買ってきて満足してるだけなんだけど私アイス。もう買ってきて満足して冷凍庫に突っ込んでるだけになってるんだけど。チェキ届きました、ありがとうございましたって。ありがとうございました、チェキ買ってくれて。食べましょう。でねー、そう40分並んだ、大変大変。じゃん、メールで送ったよね。ちゃんとスプーンもね数だけ用意してくれてるね。買って満足してた、まだ食べてないんですよ。じゃあ食べちゃおうかな、こっちのスプーンで。あのカチカチかも。ではいただきます、楽しみ。でも私の好きな味が下の方にあるや。私一番好きなのがポッピングシャワーで、2番がラムレーズンなんですけど、下にあるので上からちょっと味に困って適当に選んだ分のやつから食べます。紫、うん、おいしい。何味なんだろうこれ。うん、ベリー系だ。美味しい、やっぱり31。芋じゃないですね、ベリー、ベリー系です。美味しい。自分が何頼んだかね把握してないっていう、どこにも見れないな。名前わかんないアイス。名前わかりません。まあ好きなアイスはさポッピングシャワーだけどさ、全部ポッピングシャワーにしたら面白くないじゃん。なんかこうやってさ安くいっぱい買えるから、いろんな味を試してお気に入りを見つけようみたいな。主食的な遊び。
試食的な遊びをしてます。これはいいなとか新しい発見。美味しいね。このピンクのところがめっちゃベリー強い。紫とピンクで混ざってるんですけど、ピンクのところがめっちゃベリーって感じ。なんか手が大きいからさ、超スプーンが小さく見える。結構手突っ込まないとさ、これ下の段食べるの喉が鳴った。頭ならないです。頭痛くならない。はい、紫が終わりました。紫がいた形跡はありますが、続いてこれ赤。これアップルなんとかだった気するんだよね、私の記憶だと。アップル、うん、シャーベット系だ。あっさり。さっきのはね、どちらかといえば さっぱり系じゃなかったけど、こっちはさっぱり系です。キャンディーアップル。シャーベットみたいな食感。食べきってから次に行く性格が好きですって。え、逆に一個ずつ行くの。一口ずつ行くタイプ。やばい、下の方が溶け出している。ほら、やばいやばい、私の手のぬくもりで。ん、キャンディーのパリパリ出てきた。カリカリしてます。手から離そう。やばい、溶けて混ざってきてる。隣のアイスと混ざってきてる。早くない？赤色食べ終わりました。次はじゃあラムレーズン行こうかな。この下のラムレーズン、私の2番目に、1番目って言ってもねいいぐらい好きなラムレーズン、うん、サーティワンのラムレーズンね、めっちゃ味がしっかりついてるんですよ。レーズンの、ラムレーズンのめっちゃ美味しい。
アイスで酔えますかって酔えるんかなこれで。やっぱ美味しい。でも今日レーズンが少ない。味はね薄くないよ。もうこのバニラにバニラ自体についてるんですよ。レーズンの味が。終わり。次はポッピングシャワー行こうかな。でも好きなやつなくなったらアイスを食べるモチベが下がるから、いちご、いちご行きます。このハートのチョコが入ってるさ、有名ないちご、ラブなんとかかな。これはイチゴなのか、ベリーかな。うん、チョコと欲張りフェス。何個食べよう。確かに全部食べれちゃうんだけど、並んだ。40分並んだ。ラズベリーとホワイトチョコ、それ違うかも。ホワイトチョコじゃない、ホワイトチョコ、これそのチョコ入ってる。ラブポーションサーティーマンなのかな、これ。あんまり食べないからわかんない。そんな気するんだよね。ね、ベリーの味した。いちごかと思って買ったんだけどベリーだった。じゃあこれで終わろうかな。見た目ピンクだからさ、いちごかなと思って買ったらめっちゃベリーだった。すごいベリー。でもあっさりしてていいね。
ヨーグルト系もあるんじゃない？ありそう。ラスト一口で終わり。はい、4つ残しました。なので半分しか食べてないです。いっぱい食べているように見えて。4つ残しました。溶けてる。キャラメルが溶けてる。溶けたキャラメル食べよ。残り4つ。待ってきました。ブンさんありがとうございます。満足満足。ハンバーグ止められるの素晴らしい。だってみんなが止めてくるじゃん。全然小さいから8いけるよ。残りは配信の後で。え、食べれるよ。だってまだ余裕だよ。明日食べた方がいい。でも明日はケーキというものがね来るから。最大でも1回だったらやっぱ10個ぐらいがちょうどいいんじゃない。それ以上は厳しいかも。12とかになったら10いけて10。さあどこのケーキにしようかな悩むな。乗せましょう。31ケーキになるじゃん。アイス乗せたら。え、サーティワンのケーキもう並べない。だってあれケーキ買うにしてもあの行列に並ばんという関係さ。もう並べないよ。ねひろさんたい焼きありがとうございます。俺悔しい。俺なんかケーキ屋さんあんま知らないよね。ケーキ屋さんあんまりないんだよね。モーツァルト。何味がいいって。普通の
通の白いショートケーキ、ショートケーキじゃないわ、なんて言うんだ、生クリームのケーキ。チョコ以外、私チョコケーキはあんまり好きじゃなくて、文吾さんアイスありがとうございます。チョコ以外だったら何でもいいかも。いやいや、チーズケーキも嫌やな。誕生日はやっぱさ白いやつがいいじゃん。そう、ホールで買う予定です。ホール、食べれるかな。やっぱ見栄え的にさホールの方がいいから。頑張って食べます。なんか毎年なっちゃんとかに持って行ってたけどね、今年は持っていけないので。ろうそくは20、風船この辺にいっぱいいるよ。ろうそくはでも やらないよね。サラピの誕生日の時もやったけど。ハローサンタさん、たい焼きありがとうございます。サラピの時はやったよね、ケーキ。ろうそく、ライター買ってた。ライターつけれんけんな。ガスコンロでつけようかな。ガスコンロ、マッチ、マッチは得意だけどちょっと部屋の中でマッチはやりたくないな。なんかマッチは花火の時だけ。マッチも結構勇気いるじゃん。でもマッチやる勇気はあるんだけど、ライターのあのカチッってやる勇気ないんだよね。なんか親指の方から出てきそうで、カチッ。マッチは絶対その赤い方から出るっていうね、信頼があるけど。初めて聞く危険性。なんか指の方から出てきそうじゃん、カチッてしたらバーって。だからたまにあります。ほらあるんだ。こんばんは。あかんな。
めでたいさん、たい焼きありがとうございます。マッチは変なとこから出んよ、普通にその吸った方から出るじゃん、赤い。あえて言わんとくってあるんじゃん、ほら指から出る方怖。やっぱガスコンロが一番安全ですね、簡単に火つけれる。おやすみ、おやすみなさい。チャッカマン私持ってるかもしれない、そういやチョコポンデュしたよね。チョコポンデュした時にあるかも。高橋さんありがとうございますね。チョコフォンデュした時になんかある気がする、キッチンに。じゃあかも、ね、自分が一番信用できるのはガスコンロです。アルバムの生写真、ゆきりがコンプリートしました。よりと引きのやつ2種類2種類フランス行くときついてきてって、なんじゃそりゃ、急なフランスのお誘い。フランス、ここに見えるのなんか気にならない？見てこれ、誰も突っ込まないけど気にならないもんなの。何これ、誰も突っ込まんじゃん。私も今気づいたけどね、私も今気づいた、全然気づかんかった。ペコです。ペコです。ペレレン。ペコ。ペコの足でした。そう、頭ではなく足です、ペコの足。ペコ、ペコペコ、隙間から上に射出しました。そうだよ、お休み中。飾りがいないな。あ、そっか、風船飾るから。下ろしたのか、昨
後ろに隠してるっていうか、今ねここにある普通にこういう昨日風船を置くために下ろしたんだろう多分。いや座らないな、壁がないと座れないな。後ろに支えがないと座れない。元通り、元通り。なんか画面が暗くなった気する。充電がないのかな。こっちに変えようかな、充電がある方の携帯に。変えちゃいました。こっちの方が画質好きだな。画質さっきより血色がある。新しいのに変えました。新しいのっていうか古い方に変えたんだけど、正確に言うとそう古い方、これが新しい方です。テロップ消しました。ソファーね、そろそろ変えたいっていうか、もうそこのソファー捨てたいっていうか、いらない。ミッチーさん、たい焼きありがとうございます。フェルムブイケさん、ありがとうございます。なんで画質悪いんだろう、カメラ。もうこのソファーはめっちゃ面積取るんですよ、家の。まあ分かって買ったんですけど、配信は違うところでする。いろいろあるよ配信スペース。この前の白い壁のとこでもいいし、クローゼットの前でもいいし、扉の前でもいいし。部屋、そう、配信するところはいっぱいある。この前の場所もだし、ボール投げますって。ボール投げてます、どういうこと。もうこのソファーはダメだよ、もう渡せない。今日もいっぱい捕まえたよ。今日はねホゲータ捕まえました。
昨日ニャオハ捕まえたんですよ。今日ホゲータ捕まえた。揃った。揃いました。進化はまださせてない。どうやってするんだろう。こんばんは。そう、ホゲータ知ってるポケモンが出てきたら嬉しいよね。ホゲータだって思ったもん。お、ポケモンがいる。ビリリ玉。ほい。ビリリ玉。やったー。ビリリ玉よく出るんですよね。どっから見たらいいんだ。ポケモンあった。今202ポケモン。でもこの前結構捨てたんですよ。捨てたらここの数って減るんかな。めっちゃ捨てたんですよ。でも弱いやつな、捨てたっていうかさ、なんかキャンディーに変えれるじゃん。よくわからんけど弱いやつは全部捨てたんですよ。送った送ったじゃん。お願いします。送った。そっか、送りました。そう、弱いやつを全部送ったの。え、これ道具はさ捨てるじゃん。ゴン箱のマークあるじゃん。だから道具をさ捨てる感覚でさ、ポケモンも断捨離したから送ったんか。そっか、捨てたんじゃないか。だから道具はなんか捨てるんですよ。これなんか道具がいっぱいですになるから捨てるんですけど、その感じでね、ポケモンも断捨離したら。そう、オーダーしてたプレゼントは届いた？なんだろう。そう、博士に送ったんだった。捨てたんかと思った。違った違った。どうやって強くしたらいいか分かんないんだよね。CD が溜まってきたら送りますって。誰に？断捨離しないで。CD の断捨離しないで。リサイクルしてくれる会社か。よかった。私かと思った。私のプレゼントボックスかと思った。ホゲータ、ホゲータ弱いよ。144。どうやって強くしたらいいのこれ。強化。いやでもホゲータ育てたくないな。クバス。クバスを強化しよう。強化。
引き取ってくれるなら全部送りますって。ダメ。持って帰れない。確かに CD いっぱいもいいね。 CD いっぱいの部屋か。なるほど。私持って帰れないな、重すぎて。おやつあげようと、クワスに。奈良の実。ほい。えい。えい。お。ハートが生まれた。ハートが出てきた。おげーたはあげないよ。楽しそうですねって。ポケモン GO してた。やめるね、もうポケモンいなくなったから。やめるね。ほどほどだよ。だってポケモンいなくなったらやることなくなるじゃん、このゲーム。ほどほど。何が正解かも分かんないしね。とりあえず集めてるけど何したらいいのか分かんないよ。もう家の周りのポケモンは全部回収したので今になりました。散歩？散歩か。なんかよくあるポケストップじゃないわみたいなやつで、大きいやつあるじゃん、黄色とか赤の。なんかあれは何？青とか黄色とか赤とかさ、これ出てくる。あ、でもこれ、こういうポケモンたちがこんなん待ってるじゃん。これ何？何したらいいの？ジム。戦うの？へえ。よく分からんけどさ、なんかハートを増やせるやん、これのポケモンの、この待っとるポケモンの。ハート増やしたけどさ、何してるんだろうって思いながら。ハートを増やす、餌あげたりして。よく分かんないね。
こんばんは。ゆうすけさん、たい焼きありがとうございます。私はマレーシアからのファンですって。こんにちは。マレーシア、マレーシアからもショールームできるんだよね。ココアさんやってたよね。なんかすごいよね、いろんな国から。今はやってないか。こんばんは。ね、すごいよね。JKT さんとかもじゃん。遠いところにいる。違う世界の方も同じアプリで配信してるなんて、すごい。いいよね。宇宙人いると思うって思わん。思いません。やっぱこっちの携帯の方が画質いいな。韓国はね、普通には携帯使えん。なんか専用の SIM みたいなのを読み込んで SIM をチェンジしました。なんか韓国に行くにはね、そのままでは使えませんよ。そのままでは使えませんけど、でもネットでそう SIM 買って QR を読み込んで登録するだけだから簡単。ネットで買ったら QR 届いてきて、それを使いたい携帯で読み取って、やるっていう。めっちゃ簡単。参考にさせていただきますって。はい、どうぞどうぞどうぞ。海外楽しかったよ。気軽にね、行きたいけど楽しいですよ。
でもお仕事だったから自分でさ、ホテルとか取ってないけど、自分で取るってなったらむずそう。どこの取ったらいいんだとか、どうしたらいいんだ。タイノーヨックさん、たい焼きありがとうございます。携帯がつながらないのいいなって、どういうこと。ネットで撮れる日本語で。その撮ったホテルの場所に行くのも難しそうじゃん。なんかサイトでホテル撮るじゃん。でそのホテルへの行き先が難かったりしたらどうやって行けばいいの。ここのホテルまでどうやって行けばいいのって。日本ならね、なんとか。マップがあれば簡単。マップ、なんとかなるのか。また行ってみようと。乗り場も降り場も ライドシェア行ってみよう、行ってみよう。もうパスポートがあるからね、思い切りがあれば行けるので、思い切って勇気があったらいけるので、ね、33歳まで買えます。海外旅行もきっと余裕。マジ？そう、休みがあったら全然行きたいんだけどね。一人はでもあれだよね、なんかまだ行きづらい。パスポート仲間が何人かいるから、その辺のメンバーとか親とか。フラットフランス、でもシンガポールとかも行ってみたいな。ブラッドブラジル、フラットフランス、ココナッツジュース、ココナッツジュースいいね。クアラルンプール、でも最近ハワイがめっちゃ遠いことに最近気づいて、そんな遠かったんだって。ハワイ旅行行く人多いじゃん、なんか日本。なんかハワイのお土産とかをさ
いただく機会があったんですけど、ケータリングでパイナップルのクッキー。ハワイ遠いね、そんな遠いとこまで。ね、めっちゃ遠いよね、びっくり。近いんかと思った。結構有名じゃん、しかも結構行くじゃんみんな、だから近いんかなと思ったら遠かった。パスポート作っておいた方がいいですかって。いや作ら、まあ行く気があるなら作ってもいいけど、行かないならいいんじゃない、作らなくて。時間的にはシンガポールとかと同じ、飛行機何時間ぐらいだろう。飛行機に7時間戻っておけるかな、怖いな。7時間空の上ってことでしょ。イエーイ。なんか船結構安心感あるんだよね、船はね好きなんですけど、飛行機の中ではまだ寝れない。船めっちゃ安心感ある。飛行機楽勝か。私はでも心配性だし高所恐怖症だし、ジェットコースターも苦手だからフルコンボなんですよ。フルコンボだどん。恐怖症です。高いところ苦手です。速いのも苦手です。落ちるのも苦手です。デリバリーマスターなのにって絶対関係ないでしょ、デリバリー。しかもデリバリーは私動かないからさ、実際私は家にいるだけだから。デリバリーマスター、デリバリーマスターは冷えこもりな女じゃん、言い換えたら。ごめん、高いところだから飛行機の窓から下を見たら超高いじゃん、キャーってなります。こんなところに今いるのかって、やばい、汗やばいやばい。島が小さく見えるもんね、やばいやばいよやばいよ。
なんで高いの得意な人と苦手な人がいるんだろう。成長するにあたってどこで2パターンの人間に分かれるんだ。こんばんは。ジェットコースターが得意な人はさ、やっぱ小さい頃から乗ってたとかかな。大阪とかに生まれたら得意そう。たっちゃん、たい焼きありがとうございます。ね、高校ユニバとか絶対行くじゃん、高校生で、中学生とか。それで日々乗ってたらなれるみたいな。愛媛はマジで遊園地がないからさ、ジェットコースターなんてさ、なかなか乗らないからさ。なるせさん、たい焼きありがとうございます。あ、観覧車も下見たらちょっとね、あの大きいやつは怖いですよ。大きい観覧車はちょっと怖いけど、撮影で乗ったのはなんかそんな。こんばんは。撮影で乗ったやつはね、10分ぐらいだったかな、結構早めのやつだったので。長いやつめっちゃ長いじゃん、20分とか。クルリンも結構長いよね。クルリンぐらいはでもいけます。クルリン、あの大阪かどっかで乗ったやつとか大きかったな。確かにクルリン無料だ、今行かなきゃ。海遊館かな。あ、そう、水族館とかの。あれ海遊館か。そうそう。ヘップにもあるの？私の好きなヘップファイブ。そろそろ大阪行きたいな。一人旅行。もう多分1年ぐらい行ってない。懐かしいな。去年とか一人旅行結構ハマって。姫路城だっけ、どこ行ったっけな。一人で県外行くのにハマってた。楽しいんですよね。いらっしゃいませね。一人でお城登ったんだよ。姫路城だっけ、あれ去年じゃないっけ。でその後大阪行って、でも愛子と合流してユニバ。ユニバはさすがに一人で行ったことないんですけど、年パスだから一人で行っちゃおうかな。年パス持ってる割にはあんまり行ってないから。ユニバ、大阪城。でもここ最近ちょっと休みがあったからね、アンナをねユニバに誘ってみたんだけど、6月13とか。でも今週友達と行く予定があるってアンナが言ってたから、じゃあまた今度にしようかって。
そうそう、予定があったら全然今日とか行ってたんですけど、そう今週行くらしくて、今週来週か、近々友達と行く予定があるみたいな感じだったから、近々今月だったかな、そうなんですよ、だからじゃあやめとくかってなりました。あのお方、レイカ、レイカは最近連絡してないな、誕生日だったよね、これから梅雨だから天気が良くない、マジ、いつからだろう今年の梅雨。あの方、土曜日雨、土曜か、土曜なんかあったっけ、土曜って今週マジ、リクロのチーズケーキめっちゃ好きだよ、でも広島はね7日間雨なしって書いてる、来週か、あ7日間雨の予定なしってなってる、来週の土曜日、本当や、来週やね、リクロおじさん、かゆい目が、リクロおじさん好きですよ、レーズンが好きなので、私あの下のレーズン好き、目がかゆい、リクロおじさんに嫉妬しました、じゃあリクロおじさんになっちゃう、2代目、ハロー、レーズンは入ってないやつ間違えてるよ、それ買ったやつ入ってるの、多分違うやつ買ってる、ノーマルリクロおじさんはレーズン入ってるよ、何買ったんだろうねそれ、いいな、気分転換に旅行行きたくなってきた、どうしよう明日行っちゃったら、小豆島も行きたいんだけどね、こんばんは、いいじゃんってね、日またぎができないか、まあホテルでできるけどね、一人ユニバも楽しそうだよね、確かに、いつか行ってみようかな、年パスが切れる前に、こんばんは、ユニバとか行ってたらなんか現実からさ離れた異世界にいる気分になれるじゃん、なんだろう、
現実離れ。ね、年パスがあるから一人でもいいね。ディズニー好きなんだけどね、ディズニーはちょっと遠いから。一人旅もそういうことなんだろうなとは思ったね。一人旅とかも楽しいんですよね。楽しいことが多くて現実離れできる。あといろんな買い物したいな。大阪のね、可愛い服屋さんがいっぱい密集してるビルがあって、そこでいっぱい服を買いたい。ショッピングも好きだから、そうやっていっぱい可愛いお店があるところテンション上がる。ショッピング行きたいです。ファイブ。ね、STU 面はドラマに没頭したり旅行したりして現実からうまく回避してる。現実逃避か、逃避、現実逃避。旅行好きな人多いよね、なんか一人で。ドラマね、逃避。楽しいんだよね、旅行って。はい。はい。23時40分。最近めっちゃ旅行した。瀬戸内7県。ユニバ飯もうまい。ユニバのチキンが好きです。肉。七県制覇。四国大変だもんね、行くの。香川の水族館も行ってみたいな。四国水族館、徳島の美術館も行きたいし、渦潮いいね、いいね、いいね。渦潮が見える橋渡りたいよね。いや、徳島ラーメン食べたい。食べなかったの？徳島ラーメン。
フェス、福フェスは香川だっけ。福フェス、うん、香川か。ふむふむ。9月だったよね。まだ先って思ってたけど、もう6月だもんね。あっという間だよ。チケット購入済み？もう買えるんだ。ほえました。よかったです。眠たくなってきた。眠気。ファンの方のは詳しい。そう、まだだってメンバーも発表されてないからさ、何も来てないもん。メンバーチェックしてないから。今日は何時？でもね、部屋の掃除しないと本当にと思いつつ、多分寝ちゃうんだろうな。申し込んだ記憶はあるけど、その後どうなったか分かんない。それやばいやん。お金払ってるんじゃないの？誕生日イブ、確かにイブ、誕生日イブは、あ、ゴミ捨てなきゃね。そうだよね。だから配信終わったらもう適当にバーってゴミを詰めて出して、いや、まあ綺麗っちゃ綺麗よ。めっちゃ荒れてるわけじゃないんだけど、床も見えてるけど、ちょっと物がね、なんかそうバラバラになってる。韓国で買ってきたものとかお菓子とかを置いてたりするの。そういうやつとかを収納しないと。そう、プリンの砂暮らしとかもそのまま置いてるから。そうなんですよ、買ってきたものがね。明日そう、プレゼント受け取りに行きます。最終プレゼント受け取り、いっぱいあるかな。いや、人全然呼べるけど、なんか荒れてる、なんかなんだろう、小物がざわついてるって感じ。むずわ。賞味期限大丈夫よ。スナック菓子ってさ、半年ぐらい持つじゃん。言ってまだ韓国に行ったの1週間前ぐらいだし、大丈夫だよ。ポテチとかってめっちゃ持つじゃん。それと同じ。そう、小物がざわざわしてるんですよ。そんぐらいです。そう、プレゼント処理めっちゃ早い最近。まず1日とか2日とか、もう明日受け取りに行くので。そうなんよ、めっちゃ綺麗にしても数日でごちゃつくよね。本当に超綺麗にしても3日後にはなんかちょっとごちゃつき始めるから、もうなんだこりゃ。しかもなんか
なんだろうね、なんで荒れてるんだろう。心の状態が部屋に現れるんです。心の乱れ。部屋が汚いから心が荒れるし、心が汚いから部屋が荒れる。乱れ、乱れ。こんばんは。ナベさんはすごいよ、本当に。心が荒れないのがあれで、プロです。プロ意識ですね。すごいわ。そう、心荒れてないじゃん、ナベさん。すごいよね。部屋の乱れを心に出さないプロです。プロ。でも最近福田さんがさ、ツイッターでさ、なんかお部屋キャラしてるじゃん。部屋片付けるのに6時間かかったみたいな、今から大掃除するみたいな。部屋の掃除、そうなんよ。だからお部屋キャラ取られるよってなっちゃんに言ってる。赤リンゴさんがね、最近最近もツイートしてたよ、片付けるのに6時間かかりましたみたいな。前も日が暮れるみたいなツイートしとった。掃除、面白い。開き直ってていいねしたくなるわ。まあ部屋荒れるよね。だって服もたくさんあるしさ、小物もたくさん持ってるわけじゃん。職業的に服も小物もたくさんあるから荒れるんだよ、みんな。ね、物多い気するよな。お腹鳴った。え、生誕くじであなただけに送ります、直筆メッセージ入りスペシャルパネルが当たり当選しました。すごっ、これ当たる人いるんだ。直筆メッセージ入りスペシャルパネル、直筆メッセージ入りスペシャルパネル、当たった人がいる。すごいじゃん。楽しみです。これ当たる人もう一人とかしかいないんじゃない？だって何パーだったっけ？すごっ。1パーだって、1パー。すごっ。EF 当たった。 EF
あ、いいですね。ほぼでもいいとかなんじゃないこれ。40%。 D が限界でした。 D、 あー、オリジナルメッセージ、違う、デジタルメッセージリブロマイド。そりゃそうだよね。これ A とか B とかなかなか当たらんよ。胸ゆきりかであいうえお作文か。得点になるんだね。あいうえお作文とっても楽しい。あ、まだもらってないの？まだもらってはないの？あいうえお作文そんな期待しない方がいいですよ。マジおまけみたいなもんだから適当な。そんな、あ、これ引いてすぐもらえるわけじゃないんだね、動画とか。リカちゃんの考えたあいう作文、いやでもこれね、あれなんですよ、 そんなあれなんですよ。まあネタバレになるからあんま言わないけど、あいう作文あれなんすよ。まあ良かったですね、 B 賞だってすごい。 1% じゃん、 100% の中の 1% を引き当ててる、すごい。何だったっけ、直筆メッセージスペシャルパネル。これでも生誕のこのくじのためだけに一人一人に合ったワンピースみたいな、ワンピースドレスみたいなやつでちゃんと撮ったやつだから、ワンピースドレスっていうかワンピースかな、ワンピース。トヨさん、たい焼きありがとうございます。そう、衣装さんが一人一人に似合うワンピースみたいなのを用意してくれて、それで撮ったやつ。ワンピース、でも全然オフショットですから、オフショット出すからさ、秘密な服とかではないけど、そのうちオフショットを出すから見れるっちゃ見れるけど、ちゃんとそれ用のグッズなんですよ。ふむふむ、やばい、あと3分、気づいたらあと3分です、あと3分です。
23時57分明日はじゃあひまたぎ配信をするので23時頃かな、日をまたいでからもするかな、遅めで始めようと思います。了解っす。イブ誕生日イブ、てことで終わります。誕生13位ポクレンパサランさん、12位ひとしさん、11位ブンゴさん、10位ハローサンタさん、9位翼欲しいさん、8位めでたいさん、7位きちねさん、6位あきやんさん、5位はっとりさん、4位みきやくん、3位やするぱんさん、2位けんつーさん、1位うどむさん、ありがとうございました。パチパチパチ、ユンさんたい焼きありがとうございます。ってことでおやすみなさい。ほいほい、あと1分あと1分、おやすみなさい。誕生日イブね、誕生日イブです。24前夜祭、前夜祭、おやすみなさい。前髪伸びた、そうかな、そうかな、早寝ろ早寝ろ、ロン寝ろん、おやすみなさい、またね。おやー。